ボットとは何でしょうか。ジオングです。ガンダム坊やだからさ。皆さんこんばんは、ナビゲーターの西です。よろしくお願いします。この番組ではスタートアップと呼ばれる企業から注目の経営者を招きし、彼らの熱い働きぶりや世界観を届けていきます。今週も、弁護士の増島先生と一緒にお届けします。増島先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今週のゲストはシークセンス株式会社代表の中村総一郎さんです。中村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。警備用の巡回日照ロボットというのをメインに開発しております。ビルの中をこう歩き回って不審な人を見つけたりとか、火事がないかとか、こういうのを見るというこういうロボットですか。そうですね、警備員さんの仕事って結構一般的にはこう不審者を見つけるとか、なんか悪いやつを捕まえるっていう風なイメージが強くて、よく我々のロボットもミサイル出るのかとか、どうやって捕まえるんだみたいなことよく言われるんですけど、実はもちろん不審な方を発見するのも大事なお仕事なんですけど、日本の場合ビルの巡回の警備員さんって、例えば三菱さんのビルがすごく大きなところに点検する事故はすごく多いんですね。例えば、いつも通りここが問題なくなっているか、例えば消火、簡単なところで消火器がしっかりあるか、消火栓が開かれていないかとか、防火シャッターの下に物が置かれていないかとか、そういう細かい項目がすごくあって、それをこう警備員さんが巡回する、確認して巡回されるので、それを代替するようなロボットはですね、仕事としては。なるほど。これはそのビルの管理上、例えば消防法みたいなところで、はい、そういう状態になっていてはいけないっていうルールがあって、それを守るためにロボットが回ってるっていう、こういう感じですか。そうですね、そういうものもありますし、その、ビル施設の、ルールっていうのもあります。ビル施設のルール、はい、警備員のお仕事ですと、立証と、巡回とということで、はい、大きく分けると2つあると思うんですけれども、シークセンスのロボットとしては両方やるのか、どっちに特化したのか。基本的には自律移動というものがコアの技術なので、巡回から入ってるんですが、はい、やはりその立証というも要望がとても強くてですね、立証しながらもやっぱりちょっと気になったところにすっと動いていって確認しなきゃいけないと結構あるんですね。そういう意味では立証の代わりもやっております。やっぱりその巡回とか立証ってなかなかこう体の負担も大きいので、できればロボットにしてしまいたいというご意向ですね。ロボットそのものにはどんな機能がついているんですか。基本的には例えば今移動のところでいうと、決まったところを動くというよりは、こことこことこう確認してくれっていうのさえ示していただくと、もちろん障害物も受けますし、そこが通れないところであれば自動自分で計算して最短距離で行きますし、あとはもう、360度のカメラがついているので、常に周囲をこう全部記録しております。あとは前に高精細のカメラがあるので、これでストリーミングでずっと見れる状態にはなっています。あとポイントで全部写真を撮っていきますと。で、我々はですね、今年の8月から入れてるんですけど、あまり我々の想像でこうアプリケーション積むのはやめましょうと、ミニマムで入りましょうと、でやりながらこうデータを取っていきながら、ごニーズを聞きながら、こう新しいこうアプリケーションを積んでいきましょう。例えばそのものを確認するのも、いわゆるその AI とか機械学習みたいなものを使ってやるべきなのか、それもどれぐらいの精度でやるべきなのかっていうのは、今からどんどんこうご意見をもらいながらやっていくというようなことですね。今その、実際にもう始められているというおっしゃっていたんですけど、はい、どこでどういうような導入をしているんですか。はい、第1号がですね、大手町パークビルディングさんの1階で、立証警備から入っております。で、現在まさにこのビル、大手町ビルで巡回警備というものをやっております。
撮影をした映像とかが、全部インターネットに飛んでモニターから、どなたかがこう見ているという、そうですね、クラウド経由で防災センターから全て見れるようになっております、うん、はい、なので立証警備のロボットにすっと手をかざしていただくとそのまま音が鳴って防災センターと会話ができるようになっています。ああ直接、はい、なのでまさにその、立証されている警備員さんの役割そのものをできるようになっております、うんうん、なるほど。最近そのいろいろなその警備会社さんですとかが、まあ、ロボットで、まあ、その実際の、警備を代替しようというふうな、はい、あのことをやられていると思うんですけれど、まあ、そういうものとその今あの作られているものとでは、うん、どの辺が違ったりとかどういうものの考え方が違ったりとかっていうのは何かありますか。まあ、最大のテクノロジー的なところでは最大の違いというのはあの自律移動性能が非常に高いと、うん、で大体ああいうものああいうものというかあの手のものというのは 2D で動くものが多くて 2D なのでこの平面ですね、うん、で見ているので視野が狭いじゃないですけども、うん、持ってるその地図に対する情報が少ないんですけど我々のものは上にくるくるセンサーが回っていて、うん、あれ 3D ライダーなので、うん、やはり人間が見ているようにこの全ての環境を、うん、見ているようになっています、うん、なので今自分がどこにいるかって自己位置推定のしっかりできてあとナビゲーションシステムも高度なものがあるので、うん、まあ、全て動きます、うん、なのでもちろん GPS も使わないですし、うん、あとビルの中に何かしらあのマークをつけるとかそういうことも一切いらないです、うん、一番初めにパッとデータを取って地図を作ってしまってそれ入れれば、うん、あとはあの自律で動くというそこが一番のポイントですね、うん、なるほど、はい、その地図データとかを一回作って走行するっていうのは なんとなく想像はできるんですけれども、はい、そのオフィスビルとかですと例えばあの工事中で通れない区画ができたりとか、はいはい、廊下に何か物が置いてあるとか、はい、人がいっぱいいるとか、はい、状況は日々変わると思うんですけれども、はい、そのあたりもあの問題なく通行ができるんでしょうか。そうですね、あの物があればその、まあ、設定ですけど物を異常物として判断するのであればそれはあの防災センターに通報しますし、うん、はい、まあ、通常避けて通るだけだったら簡単に人も避けて通ります、うん、でまあ、ここが完全に普段通っているところが通れなくなっていれば、うん、まあ、地図の中で再計算して自分の違う通路を通って動くことができます、うん、まあ、人混みはあまり人に囲まれると動けないんですけれども、うん、まあ、通常のオフィス状態だったら人を避けながら、うん、まあ、あとはそのどれだけあの安全性を確保するかっていう問題では、うん、まあ、例えば人がこれぐらいの距離にいたら一回止まろうねっていう設定とか、うん、そういうものは自由に設定していますね。なるほど。アメリカではその例えばナイトスコープさんとかっていうのが、はいはい、まあ、あの有名だと思いますけど、うん、ああいうものと比較的コンセプトは似ているんですか。そうですね、はい、彼らとの違いみたいなのはどんなところにありますか。そもそも、うん、あの警備という文化というか仕事の考え方が結構違うのかなというふうには思っています。なのであのナイトスコープさんのロボットってすんごくでかいです ね, でかいですねその理由は、うん、あの盗まれないように、うん、破壊されないように考えられないでその後ろにこうなんか女性がすって隠れるようなこう、うん、あれなんですけどちょっと我々はそういうどちらかというとあの見る管理するというか確認するというか、うん、施設をしっかり確認して回るという要素の方が強いのかもわからないですね、うんうん、なるほど。アメリカのこのごつい警備員みたいな、ね、ちょっと銃持ちそうな感じではなるほど、なるほど、そこはやっぱ思想が違うという感じなんですかね。まあ、警備とかその監視っていうふうなところでいうと、うん、あの監視をそのカメラをたくさん設置してやりましょうっていう発想もあると思うんですけれど、はい、うん、ああいう発想とこの警備ロボットの発想っていうのはどこが違ってどういうふうに差別化されるんですか。基本的に例えば監視カメラをですねこの大きさのビルで死角がないようにばらまきますと、うん、プラスあのセンサーカメラの類をそれをばらまいて完全に、うん、あの死角がないようにするっていうのは結構大変なことで、うん、かつそれが、うん、あのしっかり細かいところも確認しなきゃいけないことがあるとするとかなり高精細なものをばらまかなきゃいけないと、うんうん、例えばそれができたとしてもそれを本当に人がずっとぶわっとある画面を確認できるのかというとちょっとそれは不可能で、うん、じゃあそれも確認しないでいいようにしようとすると全ての撮っているカメラの後ろでいわゆる AI 的なものが回っていて、うん、こういう状態ではこの不審があって、うん、これを全部確認、うん、バンドですかちょっとそれはその世界観はまだかなりだいぶ先なんじゃないかというふうに思ってます、うんうんうん、そういう意味では
っぱその巡回をしっかりして確認すべきポイントをしっかり回っていくというのが今のところはやっぱ現実的な手段かなと、うんうんうん、コスト的にはそのロボットが回った方が安いそうだというそうですね、うん、今のところその警備ロボットっていうところで行った時に、まあ、警備員が全くいらなくなるのかそれともそのロボットと人との住み分けが出てくるのかっていうと将来感としてはどういうふうに見られてますか？現時点でなんですけどやっぱりその世の中に対するロボットとか AI に対する期待ってものすごく大きくてテクノロジーだと、まあ、一般的にはこれぐらいできるんじゃないかと思われてるんですけど、うん、おそらくこれぐらいだと思うんですね。なるほど。これが将来どういうスピードでこうなるかっていうのはこうムーアの法則なのでわからないんですけど今は多分これぐらいに対してこれぐらいの、うん、多分偉い人ってこれぐらいできると思うんですけど、うん、でそうでもない、うん、そうなるとやっぱり一つのタスクがあったとすれば、まあ、それをいかにロボット、まあ、AI ロボットと人と環境この3つで1つのタスクを100点出すという考え方でやってます、うんうん、で将来徐々にその環境もですねそういうものに合わせて変わってくると思いますし、うん、そこにどんどん人の介在が減ってくるというふうになるのかなと思ってます、うんうん、でどうしてもそのロボットとかではできない仕事を人がやるそうすればどんどん効率化というのは進むんじゃないかというふうには考えてます、うん、基本はやっぱりそのビルの監視っていうところに特化をした形でやられるような絵なんですか？ここだけでも相当なマーケットだと思います、ね、そうですね、うん、でというのはやはりその自律移動で何かをするという時に行動に出てしまうと、うん、まあ要は何が起こるかわからない、うん、道路 もう全然バリアフリーじゃなくなりますし、うんうん、突然子どもも出てきますし、うん、あとはそのいわゆる法律的な問題も絡んできますし、うん、そう考えるとちょっとなかなかハードルが高いのかな、うん、そう思うとまずはそのオフィスビルとか商業施設とか、うんまあ、そういうまあ空港とかそういうところの中で決まったルールがしっかりしているところが一番ベストかなと、うん、特にそこでも商業施設よりオフィスビルを優先したのはやっぱりオフィスビル特に丸の内のオフィスビルってかなり大人の方のみがおられるんで、うん、実証試験なんかをしていても決してそのロボットにこうワシャッと来る方おられなくてすごい大人の対応でスッとこう、うん、スッと見ながらこう、うん、何事もなかったなるほど、まあ、おそらくすっごい何事もあるんですけど初めて見ればとんでもないことになってるんですけど、うん、スッとこう見てしかも丸の内なんでこれがちょっと大阪のこう、うん、ど真ん中だとちょっとまた大変なおばちゃんパチパチ何これみたいなまず商業施設に子供に絡まれるなのでやっぱりこう、ね、こういうものが世の中にあるんだよって世界観をまず理解してもらうというか社会に入って当たり前だなというふうになれば、うん、違うところにも行けるのが、うん、ペッパーみたいなもんですよね。初めペッパーぐしゃぐしゃ触られてましたけど、うん、そんなにこう皆さん触られないのかなと、うん、なるほど。その警備ロボットを、まあ展開をするというふうなことを考えたときに例えばそのモニターをつけたりとか、うん、まあ何かコミュニケーションをしたりですとかそのロボットアームをつけるですとか、まあ、いろんなこう考え方がありそうなんですけれども、うんそういうものではないものをこう作られているっていうのはどういうふうな考えによるものなんですか？そうですね特にうちのエンジニアの考え方としても、まあまあ、何でもできるものは何もできないんだ、うん、これはロボットって言われるとどうしてもこのなんかドラえもんであるとか、うん、鉄のアトムであるとか想像しちゃうんですけど、うん、我々そっちを目指しているわけではなくてやっぱり仕事をするしっかり動く、うん、いわゆるアルゴリズムが搭載されている機械でいいんだというような考え方でやるとやっぱりその警備ロボットですよ。確かにそのコミュニケーションをしたくなりましてここにこう iPad 的なものをつけたくなりますけど、うん、それをやっちゃうと結局本当にやるべき仕事ができなくなるというか、うん、やらなくなるというふうになるのでまずはこれは警備でしっかり巡回と立証するんですよと、うんまあ、そういうところに特化したものを作っていきたいというところが、うんまあ、基本思想になっています。いろいろなものをこう削ぎ落とすことでその本当にやるべきことができる、うんできるロボットになるっていうこういう考え方ですね。そうですね、うん、やはりその、まあ、非常に地味でもいいので、うん、しっかりと仕事をして、まあ、人のどんどん労働人口が減っていく中でそれを埋めるようなものを作っていって、うんまあ、その今後変わらないような世界を作りたいというのが我々の思想ですね、うんうん、なるほど。いろいろな、まあ、システムいろいろなサービスが他にもいっぱいあるので、うん、自分のそのやるべきところをしっかりやって、うん、他のものとこう組み合わせてっていうこういう先ほど その人とまあ、システムとの この組み合わせって話がありましたけどそれに少し通じるところがありますかね。そうですね、
岡村さんのその警備ロボットの事業に関しては非常によく理解できたんですけれども、そもそもそこで起業されたきっかけであるとか、まあ、今までのキャリアですとか、そのあたりをお伺いできますでしょうか。もともと私はまたエンジニアでも理系でもなくてバリバリ文系の金融出身なんですけど、出身は大学出た後に東京三菱銀行、今の三菱 UFJ 銀行ですかね、UFJ 銀行です。でその後に、外資系の投資銀行に転職をして、ずっとそこにおりましたので、ずっと金融です。で独立2012年ですかね、独立した後にいろんな仕事をしてたんですけど、当時仕事関係なく黒田先生という大学の先生と知り合いになりまして、で黒田先生って今のはやぶさプロジェクトとかにも関わられていた方なんですけど、まさにその自立移動の研究をされていて、これはもう大学でやっていてもこれ以上データも取れないし発展性がないっていうことで、会社を作りたい、そういう時には何か手伝ってねって話がありまして、2014年とか15年ぐらいに、TIS さんという SI さんと共同研究をして、事業を作ろうという話になっていたんですね。ただもちろん TIS さんもエンジニアの方で、大学の先生で、どうも動かんみたいな話でちょっと来てくれというところから始まりました。で、私自身何かビジネスかファイナンスのところをお手伝いするんだろうなと思ったんですけど、やっぱりそのロボットでハードもソフトも全部ひっくるめてやるってなると、かなり規模がでっかくなるんで、そうなるとやっぱりそのビジネスの方の人間が、ファイナンスも金額も大きくなるんで、代表やるべきだという話になって、私が代表になったという、かなりちょっと巻き込まれ事故的なところがスタートです。なるほどなるほど。そのロボットとかこういう領域自身にご関心というかビジネスっていう観点から入られている。正直あんまり何関心があるタイプでもなくてですね、もちろんロボットにも全く関心が当初なかったですし、もちろんこれをやるとすれば、やはりその長らくいろんな研究は続けられていて、もちろん国の金も入っているでしょうし、エンジニアも集まればいろんな大学の、筑波大学とかいろんなところが集まってきて、いわゆるその今まで温められたというか積み重ねてられたものを扱って、そうなるとやっぱりこの私としては責任としては、これをしっかり形にして、マーケットを作ってビジネスにしていくんだと、一歩一歩やっていくんだという思い、当初は本当その思いだけですね。なので特に何かパッションがあるわけでもなく、一番考えて当たり前でこの一歩は正しかろうというのを毎日踏み出すというのを作業のみをずっとやっている感覚ですね。そのビジネスを作るプロというか、いろんなそのリソース、いろいろなものをこう集めて、お金だったりテクノロジーだったり、人だったりを集めて、ビジネスを作るところのプロとしてこう一個一個やっていくっていう、こういう形ですかね。そうですね、プロというほどじゃないですけど、やっぱりなかなかこう特殊、やってみればやっぱ特殊でですね、このエンジニアでもやっぱロボティクスのスタートアップというと結構アルゴリズムだけって多いんですけど、我々も端から端まで全部いると、ロボティクスのハード、ロボティクスのソフトウェア、AI と、ウェブクラウドのエンジニア全部抱えてやってます。で、新しいマーケットをやっぱ作っていくとなると、やっぱそれぐらい全部抱えないと、やっぱインテグレーションがすごく大事なので、スピード感も出ないですし、そういう意味では、そういう組織をみんなでしっかりとこう文化を作りながらやっていくっていうのは、すごく難しいなと思いながらも面白いなというふうには思って。その最初にその警備ロボットにはそこまで関心もなかったっていうことなんですけれども、今お話を伺っていると、資金面もかなり大きなものになりますし、でハードソフト両方必要で、かつレギュレーションみたいなものだったりオペレーションまで見ていかなきゃいけないとなると、かなりハードルが高い事業のようにも思うんですけれども、それをやりきるには何かしらそのパッションというか、何かこの警備ロボットに可能性だったりとかっていうのを見出されているのかなというふうにも思われるんですけれども、そのあたりは今やっていてどう感じていらっしゃいますか。当初はやっぱりその淡々とじゃないですけど、当たり前のことをやるというだけだったんですけど、やっぱりこういうことをやっていて、いろんなお話をしたり、実際の警備の現場を見せていただいたりしていると、もちろんその日本という国単体でいうと、どんどん人口が減って、生産人口が40年後に4000万人減りますよ、人口1億人切りますよみたいな話はマクロではやっぱりみんな理解してるんですけど、現場見ると結構本当にやばいなっていうのもあって、東京都でいうと、警備員の有効求人倍率が20倍超えてますみたいな話もあったり、結構危機的なんですね。でそういうことを考えると、なんか結構この国ってその危機感をあんまり
こう分かってないというか、うん、私も分かってなかったんですけど、僕自身も分かってなかったです、ね、そう思うとやっぱりその毎年 1-2% のマイナスが来るってやっぱりなかなか人は気づかないんですね、うんうん、ただそれが例えばこのままもちろんその移民だとかありますけどこのまま行っちゃうと、うんまあ、この国ってまあ高齢者も多くて、うん、それに対して社会保障ってまあすごくあって、うん、そうなるとよく縮小金庫をすればいいじゃないかという議論があるんですけど、うん、縮小金庫できないんですよね、うん、でこのまま40年後で言うと 1.3 人で1人の高齢者を支える、うん、これ明治時代が同じ人口の時って13人で1人を支える、うんってなると、まあ、完全にこのままで崩壊するしかない、うんうん、そうなるとやはりその GDP みたいなものは維持しなきゃいけないと生産性を上げるしかないな、うん、で我々 の, そのミッション会社のミッションが世界を変えないっていうのがミッションなんですけど、うん、もちろんロボットとか AI とかテクノロジーってなんか新しいものとか楽しいものを世界変えるんだ、うんうん、作るっていうことはまあすごい大事なことだと思うんですけど、うん、我々としてはというよりはこう人がいなくなって立ち行かなくなる、なんかボコッとへっこんだようなところに対して自分たちのテクノロジーを使ってこう誰もこう気づかないうちに世の中は平和だよね、飯食えるよねっていう40年後未来をできればいいなというふうに今はとても感じています。やっぱりそのどんどんこう国が人口が減ってこう縮小していくと、まあ最後には一番こういわゆるこれ個人的なあれなんですけど絶対的弱者、うんうん、その、 あの子供とか、うんあのまあ、障害者とかそういうところにこう幸せが行くような気がしていて、うんうん、なんかそういう未来がやっぱよろしくないというところで、うん、我々としてはちょっと地味なんですけどテクノロジーはそういうところに使っていくというふうに今はとても、うんあの本質的というか社会的使命のある仕事だなというふうには感じています、うんうん。世界を変えないっていうのはすごいですね。僕初めて聞きました、うん、企業家で世界を変えないというミッションをやるぞというのはすごいこう逆にエッジが立ってますよね、うんうん、でもおっしゃる通りその、あの先端ではいろんなことが起こってますけれども、うん、このあの基盤のところがどんどんこう崩れていくっていうこういうことが起こっていくと結局ね上に乗っかってるものも全部成り立たないみたいな話なので、うん、そこの部分をこうロボットができるんじゃないかっていうこの発想は多分かなり本質をついてますよねきっとね、うん、でもこれを本気ででもやっていこうとするとそのまさに警備員さんの人口ってこうどんどん減っていくと思うんですけど、どんなようなスピード感でこれをやっていくことによってこのミッションが達成できるというふうにお考えですか？あの、まあ、ロボットというものもそうですし B2B ですし、まあ、まさに警備って社会インフラに近いんで、うん、じゃあ警備ロボットできました使ってくださいって言ってもそういうものではないと思っていて、うんうんまあ、この大きなビルの中で警備がなされている中であの普段の警備はこうなってます。その中にしっかりその警備を使ったロボットっていうのを組み込むとこういう形の警備になりますよというものをしっかりまず作り上げていかなければいけないなと思ってます、まあ、これはほぼあの見えてる今だいぶ見えているんですけど、うんうんうんでそれをこの東京の山丸の内大手町でしっかりを 作れば、まあ、どこの警備も大体そんなに変わったものではないので、まあ、それをこう広げていければなと思ってますんで、うん、ここ1年ぐらいは、まあ、いろんなところに入れるというよりは、うん、しっかりと、まあ、地に足をつけて、うん、しっかりその、まあ、パッケージといいましょうか、うん、しっかりと事業化をして、うん、その後にこう広げていければなというふうに思ってます、うんうん、このロボットの実装で、まあ、レンタルのモデルですっていう話になると若干そのあのビジネス的なところになるとその大きくこう調達をしてね作らなきゃいけないっていうこういうふうなあのフェーズになっていくと思うんですけど、どんなタイミングからそういうのがこう走りそうなんですか？まあ、順調にいけば1年後以降ですね、うんまあ、それまではまあ入れて数十とかそれぐらいであのできればと思ってます。そこでパッケージを作ってその後はまあそれをドライブをかければいいんで、まあ そういう自分たちでバランスシートで大きく抱えるっていうのも1年後に増えていけばいいかなと思ってます。そのぐらいになるとではその世界のいろいろな都市でこのロボットがビルの中を回っているっていうこういう姿になっていくだろうっていうことですかね、うんうん、その警備ロボットを実際に実装していく上では、まあ、いきなりこう入れていくっていうのは難しいと思うので実証実験みたいなものも必要になってくると思うんですけれども、そういった活動は何かされてるんでしょうか？はい、まあ、我々実証試験という言い方は実はしていなくて、なんとなくそのロボットを使った実証試験ってこうふわっと持ってきて、なんかメディアが来て撮ってこんなことしますよっていう感じを
イメージがあったので、うん、ちょっと社内では使いません、うん、でプロダクトテストみたいなことを名前で言ってるんですけど、我々はその警備という業務に対してのロボットをどう活用するかなので、本当にそもそも警備ってどういうことをされていて、その警備の中のタスクってどういうタスクがあって、でこのタスク一個一個のまあ要件定義っていうのは何かっていうところを確認した上で、まあ一歩一歩そこに対してどうアプローチするかということでプロダクトテストを繰り返すという形になってます。まさにその警備されている中で こう組み合わせて、ここにこれを代替するとこれぐらいコストが落ちてこれぐらい品質が良くなるんじゃないですかと、で元々のところでもやっぱりここの回数は増やすべきだと、でここは減らすべきだというのはあると思いますので、まあ、しっかり本当に一個一個その警備というものとロボットがどういうふうに組み合わさって、どれだけこう人を節約できて、まあ、品質も上げれるのかということを、まあ、かなり時間をかけて、まあ、地味にやっているという感じですね。そのスタートアップ、我々いろいろこう見ていると、うん、例えばテクノロジーのスタートアップだとテクノロジーを開発して、うん、で売るぞっつってこう売りに行くみたいなモデルが、うん、結構多いんですけれども、うん、これとは随分違いますね、うん、そうですね、うん、とてもありがたい話、やっぱ大手のデベさんとか警備会社さんとか、まあ、ゼネコンさんとかもほぼお声掛けをいただいていた状態なんですけど、うん、逆にそれぐらい人不足ってすごいのかなと、うん、でその中でやっていくと、まあ、一番大事なことってよくソフトウェアとハードウェアのインテグレーションっていうんですけど、うんうん、まあ、大事なのはそれだけじゃなくて、そのテクノロジーとビジネスとその現場と全部インテグレーションしていかなければいけないと、うんうん、そうなると物ができました、使ってください、こういうテクノロジーですよ、うん、中でどういうふうに使うか考えてくださいでは、うん、やっぱりもともとそのテクノロジーを理解してるのは我々なので、うん、そう簡単ではないですよね、うんうん、なので本当に現場の方とお話をしながら、いかにここのインテグレーションを進めていくか、うん、でインテグレーションができればそのデータを日々どれだけいただいて、どれだけさらに改善していくかっていうことを、そのループを作っていかなきゃいけないのかなというふうに思ってます。そういう意味でもちろんロボットはできてますし、そこそこそのあるんですけど、今この1年ぐらいでしっかりそういうものを再度こう作っていくというのが我々のテーマ感です、うん、なるほど。で一見なんか売りがロボットに見えるんですけど、うん、本質はそのコンサルだったりとか、うん、コストをこれだけ落としましょうという、うん、こう非常にこう地味な部分を含めたビジネスで、うん、まあ、そこもこう含めて全部やられてるっていう、うん、このあたりですよね。ちょっと我々そのロボットビジネスっていうと ねどうしてもなんかわーいっていう、ね、ちょっと現代っぽい感じの、ね、ところがありますけれども、うん、もう着実に地味っていうと失礼なのかもしれないですけども、うん、でもその地味であることが大事っていう、うん、ここがこうなんかいろいろなところで貫かれてるかなという感じがしますね、はい、では最後にサウナの中でロボットとはジオングであるというふうにおっしゃってましたが、その心は何でしょうか。ですね、ガンダムのモビルスーツでシャーズナブルが乗っていたジオングというのが出てくるんですけど、初めてシャーがですねジオングを見た時に、その整備兵が整備兵に対して足がないな、そうするとその整備兵が足は飾りなんですよと、それは偉い人は分かってないんですよというすごい名シーンがあるんですけど、まさにそれが我々 のデベロップメントフィロソフィーみたいなのがあって、我々人型も猫型も目指さないっていうのがデベロップメントフィロソフィーなんです。別に人型が悪いとか猫型が悪いっていうものではなくて、本当に使えるもの、本当にやる必要な機能をそこに入れればいいと、その時に、まあ、猫型は必要じゃないと思いますけど、足が必要なら足をつければいい。例えば警備のロボット、巡回ロボットに足は別にいらないでしょうと、そこにタッチパネルはいらないでしょうと、そういう意味では要は空想するな実装性を変えてるんですけど、本当に必要なものを作っていこうと、そういう飾りはいらんよというような思想でございます。結構その日本のロボットの世界ってどうしてもアニメに引っ張られるので、その犬にしてみたりとか、まさに、ね、二足歩行にしてみたりというのがあって、で僕アメリカにいた時にはその日本のロボットの思想っていうのは少しちょっと本質じゃないと、機能を追求してそれに必要な、まさにこう機能がついているって、これがロボットの本質だっていう話をされて10年前ぐらいですかね、なるほどっていうふうに思ったんですけど、割とそこが地で言ってらっしゃるみたいな、こういうところがあるわけですね。中村さん、今日は貴重なお話をいただきありがとうございました。ありがとうございました。
ではまた次回